はいどうも、ショイデビーです。ヤマイです。そしてセルフィッシュのササイです。ヤマイです。はい、お願いします。はい、本日はですね、ビヨンドマックスレガシーとビヨンドマックスギガキング02を打ち比べということでやらせていただきます。お願いします。お願いします。まさか、あれ予約して購入した感じですか？そうですね、10月11日とかに予約をして予約して、それを一目惚れして買いました。マジか、知事、はい、よく買えましたね。これはもう個人所有ということで。そうですね、個人所有なんで、しかも、はい、めっちゃ高いんで人に貸したくないっていうか、正直なところ、まあ、だと思うんですよね。そうですね。今日はもうしょうがないですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこの動画を見てる方もね、レガシーを持ってる方いると思うんですけど、やっぱ一言言わないとちょっと嫌な気持ちになると思うんで、その辺ね、丁重に扱ってください。絶対その辺はもう、はい、大事に使いましょう。打ち比べでその打感とか感想を話していただきたいということで、はい、はい、というわけでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。 GO! GO! いけー。7785の、これが85のどの辺ですか？どうでよくわかんない。いや、あ持った感じ全然、はい、すげー詰まってる。さあさあ、というわけで、はい、レガシー行きましょう。ちなみにレガシーで打ったことはまだ、ロンティーは？ロンティーはないですね。ないですか。じゃあこれでちょっと現象ですけど、やってみましょう。レガシー行きまーす。1、2、伸びてない、伸び方が違う。本当に？よし、どう？これラインドライブ。あ、乗る感じだったね。なんか打感は違います。打感は違いますね。やっぱりゴムが分厚い分、うん、乗る感じがいい感じです、うん、なるほど。中距離ヒッターには合うかもしれない。なるほど。遠くね滞空時間がえ、え、超飛んだで、今飛んだ。さあ、さあ行きます。1、2、お、いや、こってるっすよ。どうですか？でもえ、結構伸びてるよね。擦ってる割に90くらい。じゃあラスト、ラスト。ああ打感はすごいいいですけどね。はい、打感はすごい好きな感じします。好きな感じでした。はい、よかったです。慣れれば。はい、ありがとうございました。鳴らします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、まずは、ギガキング02から、打ってもらいます。うわあ行った行った、これ行った、これ行った、これ行ったべ。わざわざ、これさすがだよ。初球から見たかな、初球からだね。やば。え、打感どうすか？打感は、あのどっちかっていうとギガキングにしたい感じ。あ、乗る感じがするんで、はい、振った後にフォローするしっかり振る人はこっちだから向いてる。あ、ほら、そこまでの感じはないですけど。え、ワンパン超え。え、OK。 マジか。え、入った。やば。一番飛んだから、すごい。いや、もともとポテンシャルめっちゃあるけど、どうですか、やっぱり打ってて乗る感じがするんで、はい、これの02はどっちかというと球離れが早い感じがするんで、はい、ただスイングの早い学生とか、はい、公式上がりの人はこっちの方がいいんじゃないか。なるほど。さあ、やってまいりました。はい、02でまずは6球打っていきます。いきまーす。あー、来い。おっ、おっ、角度はやっぱあそこだったな。これないです。おー、ちょっと徐々に下がって、徐々に。はい、さあ、それでは、レガシーをお借りして打っていきます。84センチ、720ということで、レガシーお借りします。1、2、おお、おお、
さっきよりかは全然伸びてる。さっきよりかは全然伸びてる。飛んでるんじゃないか。いつもよりかは全然飛んでますね。あれラストラストおお、つぼつぼつぼ。おお。エンタイトル。え、エンツーよ。さあ、止まりました。というわけで、打っていきます。まず、ギガキング02から。いきまーす。下が開いてねえか出てる右下であっ来たんかなあ、超えた超えたおっしゃ超えたおっしゃあっいやーいかんなこれ多分あ、取ったあ、どっちあ、いったあれ、ラメレスのラメレスのホームランかかったやってんなさあ、じゃあこちらですねレガシーお借りします。85cm730g のバットですね。トップバランスということでいきまーす。いきます、いきます。あっ、やばい、これはいった。え、これえぐい。やばい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 って。いや、もう鬼にかなう。いや、マジっすか。今超打感があったっぽいか。なんかこうグワッといった、グワッといった。こっちの方が当たってる時間が短い、うん、短い、確かに。こっちも長いっすよ。そうっすね。これはえぐいわ。フォロースルーを取れればこっちの方が多分。確かに、これはえぐかった。いや、ちょっと詰まったけど今。さっきの、それ詰まりきた。まあまあ、ちょっと詰まったけど、あんが飛ぶんで。上がりますね。えぐいえぐい。はい、ありがとうございました。はい、はい、そうです。はい、こちら、84cm の720g のトップお借りします。いただきます。いきます。え、え、これいったべ、絶対。はい、いったね。いや、ライダーズだった今。ライブえぐくないですか、はい、いや、飛びがやばい、やっぱ。あっ、マジで今軽くいった、軽いった、マジで軽くいった、今いったね。木に当たった、木に当たっちゃった。マジで今見ました、今見ました。木にいたとき逃げてるそうはい、という感じでありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも本当にやっぱあのレガシーやばい、ちょっとレガシーやばい、ね、しかないないしかない。打感もちょっと違ったかなっていう感じで、はい、どんな感じでしたか。レガシーの方がノリがいいっていうか、ノリがいい、ノリがいいポン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 みたいな、しっかりちゃんとバットっていう感じですね。はい、02は反発力もあって球離れも早いんで、スパン弾いちゃう感じなんで、より打球を扱いやすいんじゃないかなと思います。なるほど。まあ、僕ごときが言っていいのかどうかはあれですけど、じゃあやりましょうか。はいはい、あのレガシーで、あの僕でもワンバンね、一応超えれたんで、そこはまあ、あの嬉しいバッティングができるなっていうのは。いや、本当に、はい、本当マジでパワーないんですよ。体重54キロ、このバットお借りしてワンバンで超えるなんて俺思わなかったですよ。引っ張りましたけどね。おおつぼつぼつぼ、おおエンタイトルすっげえ打ち方で、なんかもうガチャガチャした振り、ね、振りであったけど、でも飛んだんでね、はい、はい、中距離ヒッターなんで、あのこっちの方がやっぱ乗ってくれる感じあるので、やっぱ宇宙間に、左中間にライナーで飛ばすにはいいなっていう感じしましたね。いや、ほんとこれマジで、俺ヤバいしかマジで過去ないんですけど、はい、というわけで本日コラボしてくれましたこちらの2人、セルフィッシュという栃木県のクラブチームで活動されています。去年のクラブ選手権で優勝して、まあ、関東大会では2回戦でコールド負けしまったんですけど、また来年以降に頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、そのリンクを、貼っておきますので、インスタとツイッターのリンク貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、
ちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君と